ました。伊能のインタビュー記事からの出題。恋バナ恋。好きな女の子にされたらもう仕方ないなぁと許してしまう可愛いいたずらは？キスかな。いたずらが A playful kiss。 突然キスされたらやっぱり照れると思うよ。照れて俺もキスの仕返し。伊能くん、はい、覚えてる？覚えてはないです。くんからです。では参ります。中島くん、キスかな。不意打ちキス。突然キスされたらやっぱり照れると思うよ。照れて俺もキスの仕返し。違うし、ぽかったのに。ねえ、伊能、はい、のインタビューだけど、ユートのインタビューにも聞こえた感じもあった。やめろよ、だから。やめろ。なんかポエムに聞こえたもん ねちゃんと。だからポエムって言うな。中島ポエムね。ポエムって二度と言うな。何言ってもポエム。ポエマーだから。おい、やめろ、やめろ。その後も意外に難問だったか、プレイフルの翻訳に大苦戦。強引なキス。キスかな。激しめのキス。突然キスされたらやっぱり照れると思うよ。照れて俺もキスの仕返し。違うんだ。残念。残念。いや、まだ若かったのか。うるせえな。今の気持ちでやっちゃいました。ごめんなさい。いや、もしかもさ、激しめのキスで仕返されたらもう収拾つかない。本当ですよ。さあ、残り2人です。では参ります。八乙女くん、キスかな。積極的なキス。突然キスされたらやっぱり照れると思うよ。照れて俺もキスの仕返し。かっこ笑い、かっこ笑いの部分ね。怖いよ、かっこ笑いの表現。しかし残念。さあ、ヤブくんが答えられなければ全員マイナスということになりますが、果たしてどうか。キスかな。遊び心満載のキス。突然キスされたらやっぱり照れると思うよ。照れて俺もキスの仕返し。グー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 。怖い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 。イエーイ。すごい。正解なんだ。そうなんだ。何、遊び心満載のキスって、はい、で厳密には伊能くんこう答えてます。はい、いたずらなキスということですね。ですからプレイフル、あの冗談のとかおどけたとかいたずらのって意味なんですけれども、正解にします。なるほど、はい、まあ、遊び心ですからね。ヤブくん、また正解、お見事。やった、やるな。しかもまだなんか火傷もしてない。ポイントだけ溜まってくる。いい傾向、まあ、火傷は分かると思いますけど、順番に回ってきますから。マジで覚えとけよ、本当に。